今日の試合は立ち上がりから集中しようという戦いの中で立ち上がりから失点してしまって自分たちから苦しい流れだったんですけど、自分たちでどう攻撃した方がいいかっていうのを全体で話し合うことができて、攻撃でもいい流れで攻撃をできて、守備でも全員で締めて、で最後の最後にセットプレーで点を取ることができて、まず勝てて本当に良かったなと思ってます。自分のゴールは山崎がシュート打つなって分かったんで、決めてくれるとは思ったんですけど、いざ止められた時に自分が反応できるようにどこにこぼれるかっていうのを考えながらポジション取っていて点を取れて良かったです。今日の試合はチームとして前から内村さんにプレッシャーかけられて、あまり自分たちのサッカーっていうのはできなかったんですけど、こういう試合もあるので、その中でいかにどう勝っていくかっていうところが、大事になってくると思ってて、そういう中で、1-1 で迎えて、自分が最後ああいう形で、こぼれてきたボールだったんですけど、うまくゴールに決められてよかったのかなと思います。次節もまた日曜日にあるんで、しっかりそこで勝てるように頑張っていきたいなと思います。